皆さんこんにちは。Bレジェンド管理用紙の布目と、上野です。よろしくお願いします。相変わらず入りが良くない。なんですかね。うん、なんかこういつもいろいろ、まあ今回は布目さんだったり、はい、まあ前は染田さんともやりましたけど、うん、みんなこう。なんか離陸が下手というか、喋、うん、りなんてないですよ、ね、なんかこうカチッと来ないところが私はいつも緊張してるガチガチの染田さんを見てなんか安心してますよ。なんかちょっとね、お互いこう入りが下手同士でこうなんていうんですかね、なんか下手なやつが下手なやつを見てこう安心してる、良くない良くないですよ。いや、はい、はい、ね、何本くらいこれまで撮りました？そうですね、結構撮ってますね。結構撮ってますね。もう20本ぐらい、ね、結構20本撮ってるのに、はい、のに、まあ、でもコラボはね、ちょっと最近なんでね。コラボ、あ、そうですね、そうです。いつもは一人喋る、一人じゃもう会長に喋ってますよ。あ、そうでしたか。チェックしましょう。その会長に喋ってるね、布目さんの動画はこの辺に、この辺にありますんで。で、今日は何でしたっけ？はい、今日はですね、はい、よくお客様からいただく質問の中に、うん、減量期に、便秘になりやすいっていう質問をいただいたんですけれども、うん、まあ、本当にこの質問多くて、うん、で、まあ、上野さんはそのボディービルの大会に出るときに減量するかと思うんですけれども、上野さん自身もそういう便秘の経験があるのかとか、もしくはまあそういった便秘があった時になんか解消法とか、そういう独自の考えがあったりするのかっていうのを聞いていきたいと思います。便秘があるかないかをこの70億人の前で晒さなきゃいけないわけなんで、なかなかチャレンジングな企画ですけど、まあ便秘、これちょっとね、まあ言葉をこううまく選ばないと汚くなってしまう可能性があるんですがね、まあ選ぶ、まあ布目さんは頑張って選んでください。で、まあ結局減量するで、どういう形で減量するかにもよると思うんですが、例えば食事の管理、はいはい、食事の制限だったりで、うん、減量していく場合、うん、便秘というのにはやっぱりなりやすい傾向になると感じています。そうですよね。もうここからはもう全然もうなんていうんですか、うん、あまりこうオブラートに包まずどんどんいきたいと思うんですけど、漢字で、はい、クソクソという漢字を皆さん書いてごらんなさい。あれは米に異なるって書いてるんですよ、うん、なんでお米が結構その、うん、まあ、クソの元になってるような、それを表したのが、上手に表してるのがあの漢字だと思う。そうなんですか。だと思います。はい、すごい初めてでした。すごい。だから、やっぱりその辺の、はい、まあ、まあ、炭水化物という括りになるのか、まあ、本当にお米とかになるのかわからないですけど、その辺が、まあ、なくなることによって便自体が少なくなるっていうところが、十分に考えられると思います。だからそれゆえそれが便秘というふうに、感じるのかなというのはありますし、でやはりその特にボディービルダーの方だと、まあ、減量していくにあたってやっぱり削っていくマクロの栄養素は、まあ脂質だったり、まあ炭水化物の場合によってはだったりと思うんですけど、まあタンパク質は割と摂取したいじゃないですか、はいはい、皆さん。そうですね。で、タンパク質の摂取ということになると、やはりある程度しっかり腸内環境のケアをしていかないと、タンパク質ってあれですよね、悪玉菌の餌になるんですよね。だから、まあ、そういう風になってくるとタンパク質以外のものが減ってくると、やっぱりそういう環境はできやすいのかなという考察は一つ立てれるのではないかなと思います、確かに、まあ、傘がねっていうところは一つあると思うんですけれども、まあ、そのお米も、まあ、昔の人はもしかしたらその漢字ができた時には、そのうんって漢字がねできた時にはですね、米に異なるという漢字ができた時にはですね、おそらく玄米の時代だったんじゃないかと思うんですね。私は。あ、なるほど。今みたいにその精米してない精白米じゃないもみ殻がちょっとついてるようなその、もみ殻取れてますけど、その玄米の状態だったんじゃないのかなと思うんですよ。で、まあ、玄米の状態ですと、まあ、そこに食物繊維とかも含まれるので、まあ、確かに傘が食物繊維の傘で、まあ、食物繊維なんか特に便通とかもにも関係してきますので、確かにそれは大いにあるんじゃないのかなと思いま
ますね。そうですよね、うん、まあ、なのでその食物繊維という形でしっかり意識的に、うん、取っていくだけ、うん、でも まあ、ある程度の改善は目指せるのかなと思います。食物繊維を取れるような、うん、まあ、お野菜だったり、そうですね、そういったもの、まあ、減量中でも食べれるものを、うん、まあ、意識的に食べたりをするだけでも、うん、全然そこは違うのかなと思います、うんうん、そうですよね、食物繊維でおすすめ食材ちょっと何かないですかね、うん、そうですね、減量期ってやっぱりその食事制限をしがちなので食べる量が本当に減ってしまうと思うんですけれども、本当そうすると便秘になりやすくなるので、まあ普通に野菜とか、まあ海藻とかこんにゃくとか、まあ、そういったものもかさも増すし、しかもエネルギーも少ないですし、それで食物繊維も豊富に入っているのでいいんじゃないのかなっていう、本当いいこと尽くしなのかなって、うん、お腹も満たせますし、こんにゃくいいですね、うん、こんにゃく、はい、ちょっと試してみようかな、いい、ね、私は結構もう、うん、キノコが好きで、キノコがめちゃめちゃ好きで、うん、なんかそのまあ徐々にその減量の程度に合わせてその食べるご飯の量、まあ、今だと玄米なんですけど、うん、玄米の量をどんどん絞っていくんですけど、はい、なんかその量に応じて、うん、まあ、玄米が半分になったその分、うん、キノコを増やしてみたいな感じで、そういうことをして、まあ、乗り切ってるっていうのがあります、まあ、まあ、その辺は特にその便通を改善したいからという意図というよりも、やっぱり食物繊維を取っていった方がやっぱり腸内環境にまあプラスになって、それ自体が何かしらそのトレーニングだったり、まあ、健康という面においてプラスに働くのではないかなというふうに考えているのでやっているんですけど、うん、確かに、まあ、単純にでも快便の方が気持ちいいですしね。そうですよね。 そこって多分、うん、やっぱり気持ち的な問題も大きいと思うんですよね。しっかり、うん、しっかり出すもん出して、そうですね、はい、トレーニングに励むというのが、うん、すごく、そうですね、はい、あとはまあ水分量ですかね、きっとね、摂取水分の量によって、うん、あ、そうですね、水分足りないと結構便秘になりがちですからね、うんうん、なのでまあ食物繊維とまあ水分をしっかり減量期でも取るっていうことが、まあ、ビタミン、ミネラルの摂取につながると思いますし、そうするとまあより良い減量ができるんじゃないのかなというふうに思います。まあ、多分その便通で悩まれてる方もいらっしゃるでしょうし、うん、逆に自分は大丈夫だよって思ってる方もいらっしゃると思うんですよ。うん、便通に関しては問題ないな。うん、でもそういう方であっても今お伝えしたようなことをちょっと改善するだけで、うん、さらに良くなる可能性もあるかな。そうですね、腸内環境がさらに、そう、うん、全然自分自身便通に関しては何も問題はないと感じていたとしても、うん、それは実は問題があるかもしれないので、うん、一旦そういうことを見直してみるのも一つかなと思います、うん、なんか特に減量とかちょっとその言ってしまえば栄養のバランスをちょっとこういじって崩してる場合もあるじゃないですか、うん、そういうことによって見えてくることってあると思うんですけど、うん、まあ、そうじゃない時にどう見えるのかな、ちょっとこうしっかり向き合う機会として減量はいい機会ではあると思うんですね。なるほど。なので機会がなくても向き合っていただくのは一つありなのかなと思います。ちょっと最後テーマがちょっと広がってしまったんですけど、いや、減量するといろんなことに思いが馳せていくようになるんですね。でもそうですね、やっぱりその、うん、減量っていう機会がなければ、うんうん、自分の便通にこう意識を向けなかったかもしれない、うん、そうですよね、ということもあるので、やっぱりそういうところも含めてその体作りでって、うん、なんかこう向き合う機会になるのかなと思うので、うん、皆さんどんどん筋トレしてくださいっていう話でいいですか。はい、はい。それでは今日はですね、減量期の、便通についての、お話でした、それではグッドボタン、また今回もよろしくお願いします、めちゃめちゃこのシナリオ台本通りの、いやもうここがお決まりだもんね、ここがもうね必ずですからね、そう、素晴らしいですね、はい、ありがとうございます、褒められてますね、はい、それでは、また皆さん次回お会いしましょう。ありがとうございました。